こんにちは、ボスケです。今日はね、顕微鏡を開封したいと思います。結構でかいですよ。ということで顕微鏡を取り出しました。これなんですけれど、ミザールのね MBW1000 というね機種でございまして、ミザールのね顕微鏡っていうと、どちらかというとね、まあ、入門向けっていうのか学習向けっていうのかね、そういうものが多いんですが、これはねフラッグシップの顕微鏡です。まあね、設計自体はねやっぱり古さがありますね。対物レンズの光学系に関しては有限補正です。今時の、まあ、無限限補正系ではないですね。倍率に関してはね、赤黄色青プラスね100倍の液晶系の対物レンズがついていますが、であとねステージはねメカニカルステージですが、これはね簡易的なものではなくって、ちゃんとステージ自体が動きますよね。あと照明なんですけれど、照明はねあんまりねカタログに触れてないので、ちょっと私が今外してみますね。まず照明のねレンズが外れました。これはね簡易ケーラー照明ですね。でその下はね LED ライトになっています。まあですのでね、この青いフィルターがついてたんですけれどね、いらない気もします。まあそしてねコンデンサーはね、まあよくあるアッペ式の NA1.25 のコンデンサーですね。コンデンサー部分ですがね、まあ絞りはありますが、芯出しはちょっとできない感じですね。あとね、液芯系の対物レンズがついてるのでね、液芯オイルがね、本当は付属されていなきゃいけなかったんですけれど、これね、どう見ても液芯オイルじゃないですよね。これね、カナダバルサムです。あのね、付属品は液芯オイルですので、間違えてね、多分カナダバルサムを入れてしまったんでしょうね。まあ、多分ミザールテックさんの、まあ、社員さんが入れ間違えたのでしょうか。接眼部はね昔ながらのイエンチェタイプのね双眼を使ってますので、このようにね目の幅を変えたら鏡頭調が変わってくるので、このようにね長さを調整してやる必要があります。まあそこがちょっと面倒くさいところですね。というわけでね、顕微鏡マニアの人にはね、もう気づいたかもしれないですけれどね、昔のね、オリンパスの CH のね、仕様とよく似てますね。まあ、ただね、照明だけがね、LED に変わったっていうような感じですね。それではね、おまけでプレパラートがついてたので、ちょっとこれを見てみましょうか。はい、まずこれが40倍ですね。そして、レボルバーを回します。そしてこれが100倍ですね。でさらに回してこれが400倍ですね。まあこれね今400倍にしましたが、注目していただきたいのがこの背景の明るさですね。でね、先ほど言ってたねケーラー照明っていうのはね、この視野の周りのね光を均等にするためのね照明方法でして、ほらこうやって明るくしてもね、色にムラが明るさにねムラができないですよね。これがやっぱりね上級顕微鏡のねいいところです。ほら見てください、この解像感とこのなんだろう、伝わらないかもしれないですけれど立体感。まあね、今時ねこのクラスの顕微鏡を有名な顕微鏡メーカーで買えば、全部ね無限限補正系のね対物レンズばっかりなんですけれどね、これはね有限補正系ですので、輪規格の
同焦点距離 45mm の対物レンズだったらどれでもね使えます。はい、いかがでしたでしょうか。今回ね、このミザールの MBW1000 っていう顕微鏡なんですけれど、これはね、採点としては難しいですよね。やっぱりね、今時の例えばオリンパスさんだとかニコンさんだとかね、なんだろう、同じ研究用の顕微鏡と比べたら、まあやっぱり一昔前の顕微鏡ですよね。まあですので、まあ今時のやつだったらね、ここもね、G 電トップになってるだろうし、まあそういうのなんですけれど、まあ同じ土俵では比べてはいけないです。ただね、私のようにね、有限補正系のレンズを使いたいなと思ってね、買うような人にはね、十分な顕微鏡だと思います。まあそういったところさえちゃんと理解して買えば、別にね、他に欠点というものはないわけなので、いや難しいですねこれは。まあ賛否両論あるかもしれないですが、私はこれは特に減点するものは見当たりませんので、100点をつけさせていただきます。はい、それではね、これから大事に使っていきたいと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。